ひろきさんの地元赤羽に見て中国人パブの香水強盗に遭ってしまいました。コンビニの防犯カメラにはキャッシング20万円を私本人が ATM 操作している動画が映っており、警察は被害届を受理してくれません。私は完全に記憶をなくしており薬をもらえたのではないかと思いますが、これも証拠がないです。被疑者をどうにか捕まえて20万も払わずに済む方法はないでしょうか。ないですね。そのお店に20万円払った証拠がないのと、仮にその昨日起きたとかであれば血液検査をして何らかしらの薬品を飲まされたっていうので、要は正常な判断能力がない状態であるっていう証拠がありますと。で、その中国人のお店でクレジットカードとかで払ってればそのお店で飲食をしたという証拠もありますと。で、その2点があればまだなんとかなると思うんですけど、まずその薬をもらわれたという証拠っていう血液検査の証拠がないと、勝手に酒飲んで勝手に下ろして勝手に払ったんでしょって言われるとなかなかきついですよね。なので、どれくらいの証拠があるのかっていうのが必要なので、そのクレジットカードとかだったりとか、なので一回弁護士さんに相談してみてどういう証拠が出せるのか、でこれだけの証拠があれば被害届出せるかもしれないんですけど、こういう証拠がないと難しいかもしれないですみたいな、個別にちゃんと相談した方がいいんじゃないかなと思います。ただ薬物は基本的に時間の問題でなくなっちゃうので、どれくらいの期間経ってるかによりますよね。